近年イノシシなど野生有害獣による被害は住宅地に出没し人に危害を加えることや農作物被害など一つの社会問題になっています。獣害対策のため様々な対策が施されてきましたが、地道な活動が必要になるため猟友会の方々の負担が大きく、人材不足などの問題があります。そのためより効率的で猟友会の方々の負担を軽減できるシステムが求められてきました。マスプロの罠の番人がそれらの問題を解決します。罠の番人は通信端末とセンサーで構成されており、センサーが外れると罠が作動したことをメールで一斉に配信されるようになっています。このようにセンサーが作動してから数秒で通知します。罠の番人はメールやウェブブラウザを利用するため専用アプリをインストールする必要がなく簡単に導入できます。罠の番人の仕組みについてご説明します。イノシシなどの害獣が罠に捕獲されるとセンサーが外れ、通信端末より罠が作動した情報を送信します。送信された情報は基地局からクラウド、インターネット網を経由してそれぞれの携帯電話やスマートフォンに通知します。それでは実際に罠の番人を設置してみましょう。センサーの端末側のリングをつけます。次にセンサーの反対側のワイヤーをしっかりと固定します。この時に注意することはセンサーのワイヤーがたるみすぎていないことです。たるみすぎていると罠が作動してもセンサーが外れず作動しないことがあるためです。最後に通信端末をしっかり固定します。では実際に罠の番人をセットしてみましょう。くくり罠は地面に罠を隠して動物が罠を踏むとワイヤーが足にくくりつけられ捕獲するものです。主に木に結ばれています。通信端末を木などにしっかり固定します。次にセンサーのリングをくくり罠のワイヤーにかけます。そしてセンサーの反対側のワイヤーを少しだけたるませたくくり罠のワイヤーにしっかり固定します。この時箱罠同様センサーのワイヤーがたるみすぎないようにご注意ください。それでは実際に罠を作動させてみましょう。このようにメールも配信されます。